本の紐をしっかりとつなぐことができる本結びのとても簡単な結び方になります。まず2本の紐の先端でそれぞれこのように輪っかを作ります。そうしたら片方の輪っかをもう片方の輪っかに下から上に向けて通します。今通してきたこのピンクの輪っかの向こう側に緑の紐が2本見えているので、この緑の2本の紐を下から上に向けて引き抜きます。そして左右の紐を真横にキュッと引き締めます。そうするとこのようにあっという間に本結びが結び上がりました。本結びは真横に引っ張る力にとても強い結び方です。とてもしっかり結べていますが、ほどくときはとても簡単で、ここに縦にまっすぐかかっている紐の横にある2本の紐をぐっと上下に開くと、このように紐がまっすぐに伸びるので、引き抜くと簡単にほどくことができます。本結びの基本的な結び方に関しては、以前別の動画でもご紹介しています。基本的な結び方は、左の紐を右の紐の上に重ねて、上に重なった紐をくるっと下から一周巻きつけたら、右側に来たこの紐を左の紐の上に重ねて、そして上に重なった紐をここにできた輪っかに下から上に向けて通して、左右の紐をしっかりと引き締めます。これが基本的な本結びの結び方になります。本結びはこの基本的な結び方もとても簡単ですが、はっきり覚えていない場合は、紐が上だったかな、下だったかな、どっち向きに巻きつけるんだったかな、などといざ結ぼうとするときに悩むことがあるかもしれないです。今回輪っかにしてから結ぶやり方だと、片方の輪っかをもう片方の輪っかに下から上に向けて通したら、向こう側に見えている2本の紐を下から上に向けて引き抜いてくるだけなので、難しいことはないので覚えやすいと思います。ただこの簡単な結び方では結びづらい場合もあります。片方の輪っかをもう片方の輪っかに通した後に、向こう側に見えているこの2本の紐を引き抜くわけですが、引き抜くときに引き抜いてくる紐が長すぎる場合は、ちょっとこの結び方だと大変になります。そして例えばこのように1本の紐を輪っかにしたい場合などにも、簡単な結び方を使うことはできないです。このような場合は基本的な本結びの結び方で結んでみてください。簡単な本結びの結び方と基本的な本結びの結び方、結ぶ時の紐の状態によって使い分けてみてください。2本の紐をしっかりと結べる便利な本結び、ぜひこの簡単な結び方も活用してみてください。